皆さん、こんにちは。ティンダーミャクのティンダーです。石意識漢字、手と足、いろいろ手から生まれた部首があるんです。またも手、これも手ですね。足から生まれたら止まるとか、辻とか、心療とか、はい。いろいろ合います。はい。漢字では手だとか、まあ、いろんな漢字あります。手と足から生まれたのは、えらいます。遠行もそうです。部首も、はい。顔と体から、まあ、いろいろありますしね。はい、漢字はね。体によってあるし、あとはまあ石意識の漢字、他にも、空から、まあ、天気によっていろいろ部首があって、成り立ちから始まりますね。雨や雲、まあいろんな景色でわかります。はい。あとは自然から生まれた月だったり谷だったり山だったり、いろんな自然なもの、家から身近なあるもので漢字が変化するんです。さらに、まあ花から、あとはまあ魚から、海から、陸からいろんなもので漢字が世界が本当にすごいです。はい、以上です。バイバイ。